今朝早く北九州市小倉南区で住宅一棟が燃える火事があり、一人が遺体で見つかりました。警察と消防によりますと、午前7時半過ぎ、北九州市小倉南区中曽根の住宅街で木造住宅の全体が燃えていると通報が相次ぎました。ドーンって音がして、事故かなと思って、うん、目が痛いで吐けれんぐらいこう煙がすごくなって。燃えていたのは木造2階建て住宅で、およそ3時間後に消し止められましたが、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。この家の住人と連絡が取れておらず、警察と消防は遺体の身元の特定を急ぐとともに出火原因を調べています。